よろしくお願いします。さあ予選は5位でしたけれどもポールポジションとなりました。そうですね、なんか転がり込んできましたね。さあそんな中での昨日準優勝戦なんですけれども4カード選択しまして、はいはい、そこからスタート決めました。はい、振り返って準優勝戦の船足はどうだったんでしょうか。ちょっと展示でちょっと足がやばいなと思ったんで、はい、ちょっともうスタート勝負に行きました昨日は。展示でその分カバーするためのスタート行かないとという。はい、うん、実際そのやばいなっていうのはその前の日まで4日目までとは違ったんですか。なんかだんだん悪くしてる感じだったんですけど昨日の準優が本当に一番悪かったですね。はいはい、では今日改善しないといけないかと思いますけれど今日気温が全く違います。そうですね、もう、はい、一からやり直してます、はい、それは中辻選手にとってはこの気象状況っていうのはプラスになりそうですか。まだやってみないと。そうですね、今朝から調整してたんですけど、はいはい、昨日よりは良さそうです。そうですか、はい、ではまあもうちょっと煮詰めていって。そうですね、多分もうちょっとですね、はいはい、さあ、スタートなんですけれどもタング昨日は気合を入れてということでしたけれども節感通してはどうですか。そうですね、今節はいつもより早いスタートを心がけていってるつもりです。はいはい、結果に結びつけるためにということですかね。はい、まあ、近況がちょっとこうご自身では。そうですね、あまり納得のいくレースができてなかったんですけどね。はい、ではここで切り替えていきたいですね。はい、はい、それでは最後にメッセージをお願いいたします。はい、久々に優勝したので優勝できるように頑張ります。続きまして2号艇の野村康友選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ昨日はスタートこそ6番手スリットのタイミングでしたけれども、はい、そこからしっかり刺していって、はい、うん、足は良かったということでしょうか。はい、ずっと良かったんで自信持ってレースできています。うん、改めてどのあたりが良かったのか教えてください。まあ、全体的に良くて、はい、特に気に入ってんのは回ってから直線向いてからですかね。うん、ではまあちょっとスタート後手を踏んだところでも1マークチャンスはあるなというような気持ちは前に言っていた。はい、今日はどうですか。今日もちょっと朝乗ってみたんですけどちょっと条件が違いすぎて、またペラを合わせないといけないなと思ってます。うん、ただこうしっかり反応もある感じですか。そうですね、うん、まあ、昨日の船足がなんとかあれば、はい、チャンスはありそうですかね。はい、チャンスはあると思います。はい、スタートの見え方は実際どうなんでしょうか。ちょっと自信ないんですけどちょっと特訓で何とか掴みたいなとは思いますけど。はい、ではもう少し昨日よりは前に行って、はい、まあ、そして昨日と同じ枠番です。しっかり、はい、昨日と同じようなあるいはまた展開は違うかもしれませんけれども、はい、前走りたいですね。はいはい、それでは最後にメッセージお願いします。今日も、いい結果取れるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。野村選手でした。続きまして3号艇の矢野蓮心選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ昨日は進入からどうなるのかなと皆さんも、ワクワクしたんじゃないかと思いますが結果の4カード選択いい展開でしたね。はい、それが勝因の一番大きいところになりましたかね。それだけですね。はい、それだけということですが仕上がりとしてはどうなんでしょうか。まあ、ストレートはいいと思うんですけどターン回りがスムーズじゃないんでそこら辺を直していきたいですね。それずっと今節おっしゃってましたけれど、まあ、今日気象状況変わってまたやれること増えたんじゃないですか。まあガラッと変わったんで、うん、また一からしっかり合わせたいですね。はい、そこさえくれば全体的にも良くなる。そうですね、うん、まあ、引きを取らない足にはなると思います。はい、3号艇になりますが何かメンバーなど見る中で考えるところありますか。まあ、スタートしっかり行くだけです。そのスタート見え方はどうでしょう。まあ、徐々に分かってきたんで、まあ、今日はもう風が変わったんで、まあ、そこら辺は調整ありますけど、まあ、しっかり行けると思います。それでは最後に皆様にメッセージをお願いいたします。はい、優勝します。応援よろしくします。
続きまして4号艇三島誠司選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ昨日の準優勝戦も急に雨が強くなって条件変わってきましたけれど、実際レースの道中どうでした？いや、エンジン的には問題ありません、うん、はい、はい、いい状態キープできている。はい、エンジンは機嫌がいいですね、うん、はい、ではご自身との戦いというような感じでしょうか？そうですね、もう選手の問題だと思います、うん、はい、改めてそのいいところ教えてください。もうエンジンはね、今言いましたけども機嫌が良くて気持ちよくターンができますんで、はい、レースも気持ちよくいけてます、うん、ではここはまずはしっかりスタート行ってと。いや、スタートはもう水物なので、うん、はい、全速でいけるところか、まあ、それがベストですけども、うん、まあケースバイケースですね、はい、モーターは信頼できるということですね、はい、4枠になりますけれども、さあスタート、そうですね、ワーク付近からのスタートとなると思いますけども、うん、はい、まあ矢野君マークでいきたいと思います、はい、さあしっかりね押してくれるような足も今節あるとおっしゃってました、はい、優勝に向けましてメッセージをお願いいたします、はい、ボートレース平和島あと8レースゆっくりお楽しみください。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして5号艇これ澤隆弘選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今節なんですけれども、まあ、前回の転覆の影響もちょっとあるのかなというような話もありました。はい、はい、序盤はなかなか調整難しかったようですが変化ありました？難しかったというかもう本当に特徴のない、うん、なんじゃこれっていうような足だったんで、でどこが悪いかっていうのもなかなか見つけられなくて、4日目にようやくああ出足きたなっていう感じですね。間に合ったなというような感じで準優に挑めた。そうですね、はい、実際昨日の準優勝戦振り返ってみて、はい、そのいいところ活かせた感じありますか？そうですね、出足はしっかりしてるんですけども、はい、正味の伸びっていうところが、うん、まあ、ちょっとやられる感じがあったんで、まあまあ仕方ないかなと思いますけど、うん、今日それを求めていくような作業はあるんですか？直線の部分、どうでしょう、まだ乗ってないんで、はい、乗ってから考えようかなと思ってます。やれることはまだ残っていそうですか？いや、まあ乗って、うん、行ける範囲やったらもうそのまま行きますし、ええ、もう本当に、うん、そっからですね、作業まだ考えてないです。5号艇になりますけれど、どんなレースしたいなというイメージ？まあ展開空いたところをズボッと入ってで、つけるぐらいの出足はあると思うんで、昨日の状態やったら、はい、まあだいぶ気象条件は変わってるみたいですけど、スタートはどうでしょう？まあ、まあ追い風、昨日までずっと追い風やったんで、はい、バッチリ見えてるんですけど、向かい風なんで、うん、またそこも修正なのかなと思います。じゃあしっかり掴んで、はい、はい、でみたいですね。それではメッセージお願いします。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。続きまして6号艇古賀智之選手です。よろしくお願いいたします。さあ、自身2度目の優出ということになりますけれどもね、まあ、リズム流れも来てますよね。まあ、最近は全然着は取れてなかったので、まあこうやって運よく輸出できたのは良かったかなって思ってます、はい、船足はどうですか？いい感じに仕上がってますか？船足は、直線で出ていくとかそういうちょっと派手さはないですけど、まあ、ターン周りの乗りやすさだったり出足はいいんじゃないかなって思ってます。では思い切りでレースはできる仕上がりにはなっている、はい、そうですね、思い切り、はい、攻めるようなレースしたいですね、はい、ちょっと気温も変わってますのでまたねちょっと調整しっかりして、はい、まあ、ちょっとまだ乗れてないので、うん、ちょっと回転合わせる必要があったらしたいなと思ってます、はい、風が向かってますけれどそうなるとよりチャンスもあるかと思います。まあでも一定心のスタート全速でぐらいでしか、うん、もう出たとこ勝負でっていう感じです、はい、分かりました。それでは優勝に向けましての意気込みメッセージをお願いいたします。はい、思い切って、スタートして思い切ったターンしたいと思ってます。応援よろしくお願いします。